不快は、ウクライナ本土とクリミア半島の間に横たわるアゾフ海の西岸に広がる干潟である。不快は、この地のほとりに居住している三民族で、それぞれ別の呼び方がなされている。当地に潜住しているクリミアタタール人からは、泥、または汚れを意味する言葉で、スバシクリミアタタール語、スベス、または不快、腐った海を意味する言葉でクリミアタタール語、 RK デニスと呼ばれている。英語でもこの海をラテン表記してシワッシュあるいは意訳してロッテンシーと呼んでいる。深いはアゾフ海の西岸に所在する。当地は浅い石湖の広がる広大な水系を成している。水面は2560平方キロメートルの面積があり、長さ200キロメートル、幅35キロメートルにわたって広がっている。 深い全体の陸地水面を足した、総面積は1万平方キロメートルに及んでいる。この水域は11の湾で構成されている。ウクライナ本土とクリミア半島の間は、回廊のようなペレコープ地境をごく細く残し、深いが深く切り込んでいる。これが、ヘルソン州とクリミア自治共和国との間にある自然国境の役割を果たしている。アゾフ海からは、 長さ1 1 0トル最大でも幅8キロメートルの細長いアラバトサスで隔てられており、北端にあるゲニチェスク海峡一箇所でサスが断ち切られて海とつながっている。ゲニチェスク海峡を挟むようにして、ヘニチェスクの港町が広がっている。ペレコープ地峡は、深いと国海とを分離し、クリミア半島を本土につなげている。 浅く広がる深いピンク色の深い深いの水深は、ごく浅い。一番深い場所でも3.5メートルほどしかなく、0.5から1メートルの底に、足がつく程度の場所がほとんどである。低質は、分厚いシルトからなっている。厚さ5メートル以上で、ところによっては10から15メートルも堆積している。とても浅いために、夏になると、深いの海水は強く熱せられて腐った強くてひどい。 悪臭を放つようになる。これが、各民族、各国語から、腐った海、不快を意味する名前で呼ばれる理由になっている。国海沿岸でもあり、地中海性気候に覆われているために、夏には、雨がほとんど降らず、高温で乾燥した気候である。それゆえ水の蒸発が激しく、そのために海水が濃縮されて、塩分濃度が非常に高くなっている。不快の塩分濃度は、 北部で22パーミル、南部で87パーミルにもなる。海水潮の総量はおよそ2億トンと見積もられている。このため沿岸では古来より生塩業が発達している。ここで生産される海塩にはナトリウム、カリウム、マグネシウムの核塩化物はもとより、中華マグネシウム、硫酸マグネシウムなどの無機塩類型量に含まれている。 現在では沿岸にはいくつかの科学プラントが立ち並び、深いの濃い海水から得られる鉱物資源を生成、抽出している。生産されるミネラル資源を工業原料にして、ペレコープ収素工場が収素を抽出し、クリミアタ,イタンが硫酸肥料を生産し、クリミアソーダ工場がソーダバイト塩酸を生産しており、地元経済に大きな影響を与えている。 ピンク色の藻類が繁殖する深い。塩と泥の底がむき出しになっている深いとその周辺地域はラムサール条約に登録された国際的にも重要な湿地である。深いの岸辺は低平な土地が続き緩やかに傾斜していて遠征湿地が多数ある。夏季には深いの水位は目に見えて減少し濃い海水から析出した塩類の層で覆われている。この時期には さながら、塩類平原になりかけた状態になり、地元民から、シバシャスと呼ばれる不毛なソロネッツと呼ばれる底土が、むき出しになる。深いの水は、ピンク色、または赤色を呈するが、これは、塩分濃度の濃い場所で繁殖する藻類の、ドナリエラによるものである。深いは、超音がる半島で、西深いと東深いに分けられている。東西の深いは、 チョーンガル海峡でつなげられている。東深いはゲニチェスク海峡を通じてアゾフ海へとつながっている。ロシア内戦の経過において赤軍のペレコープチョーンガル作戦の時に行われた電撃的な渡り港の舞台として深いは有名になった。ありがとうございます。